WBC ムエタイミニフライ級王座決定戦、18歳のリベンジマッチ。男なら悔しかったら超えてみろ。ハマの名物兄弟三男、龍也ベイワスポーツ。小学4年からムエタイを始め、中学時代より阪神タイの北部で修行を積んだ。そして昨年17歳にして WMC の世界王者に輝いた。しかし迎えた昨年8月の一戦、タイの強豪ファイターに切り裂かれ涙を飲んだ。肘で切られて、判定だったんですけど負けちゃって、本当悔しかったです。パンチも首相撲も蹴りも全部強化してて、もう本当前回とは全然違うと思うんで、あれ倒せると思います。はい、男だったらこの大きな山を越え、偉大なベルトを掴んでみせよ。再戦にも当然自信あり。切り裂きヘッデート、ヘッデート防砂パッパイ。前回の試合では得意の肘打ちで龍也の眉間を切り裂き、その上フルラウンドにわたり攻め続けた。 WBC 王座を持ち帰るためにリベンジは絶対に許さない。相手の得意な首相撲をやらせないで、自分の攻撃は全部出して KO で終わらせたいです。WBC ムエタイミニフライ級王座決定戦、ヘッデート防砂パッパイ VS 龍也ベイワスポーツ。